いい、かわいい、かわいいな。ピピピピピ、今日はミルさん卒業公演の新 YNN にて実況配信をしていました。今日は絞ってこい、そうですね。いや、ミルさんの卒業公演が終わっちゃいました。てかミルさんの NAB48 としての活動が終了しました。あっという間ですね、本当に。つい最近コンサートやったばっかりのに、あっという間ですね、本当に。ねえ、もう9月っていうのもやばいし、明日で9月やし、明日で私は NAB48 の中で一番先輩になっちゃいます。マシマシ。はじめまして、ありがとう。パイセンだよ、一番パイセンだよ。塾長長すぎた。実況配信見てたけど、ほんますぐに終わってしまった感じね。ほんまにすぐ終わってしまったな。ネミーにまだまだついていきます。嬉しい、ありがとう。そうだね、昨日ウィンクの公演だったのかな。で、アンチュの卒業発表もあったし、そう、1期から4期までの先輩メンバーが少なくなってるのが、りんちゃんがうなってる。そう、うなってんね、撫でてってうなってた。かわいい。ミレルン推しやけど NAB オタやめなよ。フリッシュ、ありがとう。もういつまでも、そばにいてください。NAB は永遠です。嬉しいね。最後まで見届けます、お願いします。どうしたりん、しゃっくりか。2度目の沼でまた NAB から本当に目が離せなくなりましてさ。推し15人いてるけど多いかな。その中に私入ってますか。その中に私は入っていますか。入ってなかったら考え直してください。多いな、推しメン15人って。それ推しメンって言う、 DD って言わない、どうなんだろう。りんちゃん、りん、ユーミン入ってる、未来ちゃん、マリンちゃん入ってない。
私履いてるか履いてないかでいいね。他のメンバーの名前入れなくていいよ。履いてないとか、私履いてるのやったらいいよ。私入ってるんだったらまあいいけど、まあ15人おるんやろ、その 1,2,3,4,5 はの中の15人の序列はあるの。15人は DD、 はいこちら側です。 DD 小山さんまだ DD な、まだ DD な。ダンサブルがもう本当に大好きやってさ、嬉しい。ダンサブルの活動ね、ちょっと今ちょっとあれちょっと いろいろあってなかなか集まれてないけど、もうやめてリン。もうやめた。でこっちおいで、かわいいな。パイセン厳しいね、厳しいよ。あージャンレリー、あ言ってたな、言ってた言ってた、あありがとうございます。入ってたよ私は、ありがとう。言ってたね、そういえば。したのりん言ってたな。お、序列あるの？聞かせてよ、私何番目？15番目とか言うなよ。15番目とか言うなよ。ダンサブルはいつになってもいいからやめてほしくない。いやー、みんちゃん。俺の後輩でゆみちゃんのことを知ってる、知ってるだけでどうやってるやつがいた。そうや、なんでどうやってんの。覚えてくれてて嬉しいだけ。嬉しいだけ。そんなん言われたら言えないけど、一桁は確実です。あ、一桁なんや。一桁か。9 せめて5位以内には入りたいな、入りたいな。あ、ゆきちゃんの YouTube 見たよ。ほんまにほんわかって感じ。ほんわか。あの子は喋るのが苦手やし、やけど頑張ってるなーって YouTube 見てても、あのほんわか好きな人はめちゃくちゃ落ち着く、多分落ち着く、普通に今までない感じ落ち着く。でも私はゆきちゃんの裏を知ってるから、もっとさらけ出したらいいのになとはめっちゃ思うけど、まあ、ゆきちゃんのペースでどんどん更新で、毎日更新してますよね、見てますよちゃんと。皆さんぜひチャンネル登録してあげてください。ゆみちゃん TikTok の返信くれるから、その度にキュンキュンしてるやつ。あら、キュンキュン。キュン、キュンです。ポケットからキュンです。けどね、ゆきちゃんの YouTube、ゆうちゃんの名前上がって、そう、上がってた。嬉しかった。そうだね。ん、推しはゆうみちゃんみたいだけですね。ちょっと DD なのは変わりないのね。そっかそっか、 DD なのも変わりないけど、まあ推しは私しかおらん。どういうことやろうか。どういうことだろうか。でも嬉しい、ありがとうございます。りんちゃんの歩く音も可愛い、可愛いよな。もう癒されるこれだけで。お腹すいた。うん、私はお腹が空きすぎて頭が回らないでござんす。誰か喋って、話題ちょうだい、話題、話題ちょうだい。
眠い。暑い。あ、地域暑かったら。なんでここに来るの。足は動かなければ、ダンスしなければ、あ、大丈夫です。そう、まああの時は昼夜っていうのがあったし、まあ結構ね下半身使う曲が多いから、ちょっと足に限界が来たのか、そうダンスしなければまだ安全かなって。そうなのよね。そうなんですよ。でもまあ1週間踊らないから、まあ、安全に、まあ、ちょっとケアしつつも、ちょ8にね公演があるから、それまでにって感じ。ジム行ってる時メニュー何してるん？基本プランクとヒップ上げのやつと、ランニング15分してて、基本それしかしひん。あと何してるんやろ、その日によってないろいろ使い分けてるからな。まあ基本ヒップ上げとランニングとプランクはしてます。お前クラブ田さん日公園来てたんや。公園来てたじゃないか。あ、足ね心配してくれてありがとうございます。メンバーってみんなジム行くの？うん、メンバーみんなじゃない、行きたい人っていうか、まあ、プライベートでみんながね引き締めたいと思うんやったらジム行っている子もいれば行ってない子もいますよ。大半行ってない人の方が多いんじゃない？ゆうちゃんは僕の推しメンです、ありがとう。ねえプランクの杉の配信ねしたいねんな。そうしたいのよ。したいからもう少しだけ待って。リン、最近つぼった話ある？つぼった話ないな。最近ないな。つぼった話か、ない。ホワイトボード、うちは初めて使ったやつ。あれ初めてやったん？私のうちは持ってたよね。私推しってことでよろしいですか？私推しでよろしいですか？箱推しでもあるし、何番目全員好きなので DD でも推しメンと呼べるのは石井由美だけ。まあいいよ、許すよ、それは。それは許す。プランク3日間サボってしまったので今日はちゃんとやります。やれ、ちゃんとちゃんとやれ。あ、昨日夢にゆうちゃん出てきたやつ。そう、夢なぁ見てないな最近。楽しい夢みたい。そういえば昨日れいこちゃん TikTok 撮ってもらえなかったんだね。そう、レイコご飯食べるって言ってたから、そうマネージャーさんがいたからマネージャーさんに撮ってもらいました。どんな夢見たいの？幸せになれる夢見たい。あー
ってなる夢が見たい。あーって、あれ3人のうちは持って行ってたの。そっか、3人のうちはね、そっかそっか。まあ次公園入るときは私のうちはしか持ってないだろうね。ポリ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 。3人って大変やな。ゆうちゃん好きなポチャッコのうちは、うちはケース持ってまた公園行くねってさ、ぜひ来てください。ユーミンラブ、ありがとう、ラブいただきました。テスト中に爆笑爆睡してユーミちゃんとナーホに怒られる夢見ておきたいさ。って目覚めるような、それはいい目覚め、いい目覚めなんじゃないのそれは。ゆうちゃんのうちはしか持ってないよ、それでいいんだよ。チャミさん最近来てくれないね、会わない、コメントでしか会わない。ゆうちゃんうちはそろっところかな、ぜひぜひぜひ店に来てください。それは日曜日に劇場に初めて行って沼にハマってしまったのか、またすぐにでも劇場に来た。あー、ありがとう、来てくれて嬉しい、また来てください。楽しいね、沼にハマってくれたの嬉しいね。公園ではペンライトカラーか、うちはどっちで自分のファン見つけるの？どっちも。でも分かりやすい、分かりやすいのはカラーかな。光ってるから、スッて行きやすい。どっちも見つけやすいけど、一番はそっちの方が目に行く。かな。まあ大半全体見るから、私は。推し面増やしたくても増えないで、ゆうちゃんしか。だって増えないらしい。私の沼には抜けられないってことでよろしいですね、よろしいですね、よろしいですか。公園にゆうちゃん見に行きたいな、来てほしいな。あ、そっか、緊急事態宣言、そうだもんね、開けたらね。まあまあそれは落ち着いてから出ていいですよ、それは大事、偉い。お話し会楽しみにしてます。お、私も楽しみにしてます。やった。劇場遠いね。いつかね、来たい。いつか、もうみんな落ち着いたらほんまに来てください。私たちは待ってるので。NB48 シアターで。確定、よろしいですね。確定。レオパのね、スケジュールが合わないとかね、いろいろあるね。日曜日の公演でたくさんファンさせてくれ、嬉しかった。喜んでもらえてよかったです。コロナな、早く落ち着いてほしいよな。ゆうみちゃんのファンはどんな人が多い、どんな人、私のことが大好きって言ってる人が多い。あー難しいな、これはみんな好きか、そう好きやから押してるもんな。親ではないか。難しい、例えが。例えで言うと、何やろ。優しい人が多いかな。優しい。優しい人が多い。基本優しいかなって。あ、保護者。例えむずいな。女の子のファンもいますよ。平等って感じ。なんか前まではダンサブル結成してから女の子のファンがめちゃくちゃ増えて、割合的な女の子の方が多かってんけど、最近はどっちもどっちって感じ。男性の方もいれば女性の方もいるって感じやし。そうだね。結構お話し会とかでも男の新規さんの人がめちゃくちゃ増えたって感じです。嬉しい。どっちもいるってめちゃくちゃ強いじゃないですか。
だからめちゃくちゃ嬉しい。うん。そうなのよね。優しい人がとにかく多い。グループ別のお話し会でゆうちゃんと初めましてできるのが楽しみすぎて寝れませんよ。さ、寝て、肌の調子を整えてお話ししましょう、一緒に。ゆうちゃんからどんな風に見られてるのか気になる。え、ワムさんのことってこと？ファンの私推しの方ってこと？ゆうちゃん眠そうやの、おいで。お話し会でマスクして顔隠しでもいい？全然いいよ、全然いいよ。んきゃー、眠たいねー。夢のうちですか？時計合ってんのかな、これは。15分ぐらい、10何分とか。ゆうちゃんと緊張せずにうまく話せるようになりたい。慣れですね、もうこれは。でもね、その間とか空いちゃうと緊張がね、またあるから、いっぱい来てください。あ、まだ8分なんや。リンがめっちゃ甘えてくる。どうしたの、かわいいね。今日はいっぱいいっぱい甘えてるね。最近本当にマクドとか食べてない。もう食べてない、マジで食べてないで、マジでちゃんとダイエットしてるから。そう、マジでちゃんとダイエットしてるから。あんねん、マクドの無料の券が。そう、あんねんけど、今は別になんかダイエットに必死になるから、別に食事っていうあれはない。お腹すいたな、でもどうせ明日食べれるしな、食事って逃げていかへんから。そう、そこで甘えちゃったらね。これがプライベートでダイエットしてたら多分甘えて食べる。今回のは仕事でダイエットしてるから、それで頑張れてる。めちゃくちゃメンタルとかは全然辛くないし、ストレスにもなってない今全然。そう、これで、ね、プライベートやったりしたらしんどいかなって感じ。うん、お仕事ってなると頑張れる普通に。最近劇場に行ってお見送り会の時にゆうみちゃんがニコって笑顔で送ってくれたのが嬉しかったです。あ、嬉しい。また来てください。うん、顔ほっそりしてる。加工じゃないこれの、加工やと思うんだけど実際そんなほっそりしてないで、ちょっと加工しております。させてもろてます。公園でいつの間にか目で追ってもうたのやつだ。好きやん私のこと女は加工しか勝たんやね、ほんまに。でもな、現実見た時にえってなるから、悲しいってなるから
でもさ、可愛く言いたいや、女の子って。だから加工するんだよ。まあでもさ、化粧もさ、加工って言うからさ、一緒じゃん。すっぴんが可愛ければいいんですよ。すっぴんそんな可愛くないけど、私ゆうちゃんしか見てない。いいよ、それで、それでいいんだよ。え、 JK なんかプリにスノー重ねるしやって、え、もう加工してるのにさらに加工するってこと？すごいな。それはようしいひんな、私もそれはしたことないな。公演中ファンが他の人に目に行ったら分かるん？分かるよ、全然分かるよ、全然分かるよ。今欲しい化粧品、化粧品何？今はアイシャドウが欲しい。何だっけな、あの名前、シャネルじゃない、ね、名前で、ナーズのアイシャドウがずっと売り切れてて、そう、そうなのよね。今日自分で前髪切ってんけどさ、前髪切りすぎた、ちょっと温暖眉毛になってる。公演中はできるだけ目の前の子を見るようにする。あ、そうなんや。ナーズの限定のやつ、ゆいちゃん似合いそう。ほんまに？でもね、私化粧品めちゃくちゃ持ってるからさ、ちょっと今最近買うの控えてるのよ。それよりも服欲しい。すっごい好きなんですけど、ん、すっごい好きなんですが、話し会に行く勇気はないんです、ごめんなさい。あら、ないの？すっごい好きって言ってくれるの嬉しいね。なのにお話し会に行く勇気がないって。私は来てほしいけど、めちゃくちゃ。最近肌のニキビがちょっと落ち着いてきた。何？かわいい。もううちの犬がかわいすぎる。昔公園でゆうちゃんがしてくれてたファンサで惚れましたしさ、今も惚れてくれてます？好きって言われすぎるのは嫌ですか？全然別に嬉しいですよ。嫌っていう人なんていないでしょ。私しつこい人あんま好きじゃないけどファンの人は別に思わない。これでもし、あ、メンバーとか身近にいる親しい人にめちゃくちゃしつこく言われると、あ、もういいってなるってなるタイプです。たまに言われるとキュンってするじゃないですか。あの人は別に何も思わないんですよね。言われて嬉しいですよ。もういいりんもういい、ちょっとあなたずっと、あ、やめて。よいしょ。これ冷めてんのかな、私って。え、私って結構冷めてる？これ。和田さんとかメンバー誰か有効いるの？いるよ。けど私こういう性格やから、あんまみんなそんなずっとは言ってこない。ずっとっていうか会うたびにも言わない。
たまにそういうお話とかする時とかに言ってくる感じ。普通だと思います。普通よな。戻ってきた。うちの犬が戻ってきた。かわいい。かわいい。マジかわいい。キュン、かわいいね。かわいい。何時までしよう。半までにしようかな。半になったら教えてください。普段サバサバしてるのにたまにとてつもなく出れたり出れしたりするのかわいい。ギャップ萌えってことね。ギャップ萌えってことね。犬種はミニチュアダックスフンドです。でも太いからデブックスフンドって呼んでます。私はかわいいかわいいデブックスフンドです。ファンじゃないけどファンになりました。ファンじゃないけどファンになりました。ファンじゃないってことはどういうこと。ファンってどういうこと。どういうこと。でもファンになってくれてありがとう。嬉しい。かわいいりんちゃん。かわいい、うん、かわいい。ん、今頑張ってダイエットしてんもんな。なな、一緒にダイエットしてるもんな。今ちょっと首振ってる。今ちょっと首振ってた。リン逃げたって振ってた。暑いな、そもそもな。犬ってなんでこんな可愛いんやろな。ずっと見てられるもん。暑いな。めっちゃ眠そうやで顔が。私も人のこと言われへんか。何見てんねん。何見てんの。かわいい。かわいい。犬以外のペット飼うなら何飼いたい。カワウソ。カワウソマジで好きで、あの甘える感じがもうたまらんっていうか。そう、あれはやばい。あれはやばい。実家のリリーになりたくなってきたやつ。リリーかわいい。リリーかわいかった。なんでカワウソって言ったらアーノンって出てくるのみんな。確かにアーノンカワウソやけども。いつからリンちゃん飼ってるの。小3かな。そう、結構ね長生きしてくれてます。で、かわいい。かわいいな。寝なさいもん。わかる？ゆうみちゃん甘えられたい？人にも甘えられたい。甘えられたい。自分が甘えるってこと。人に甘えたいな。できれば甘えたいな。だって女の子って甘えたもんがガチっていうか、甘えた方が可愛くない？
私はそれがなあんまできんからさ、そうできないもんだって、できないもんっていうかやってる自分が気色思えちゃうそう甘えてる自分がギッてなっちゃうタイプかな。ユミ髪染めたて？ちゃうよ、もうこれは抜けた髪色です。そのなーに言うてんの、なーに言うてんねん、あんたのあんたのそのコメントなーに言うてんねん。どんどん甘えて、甘えてくださいって言われてもな、甘え方が分かんないね。そうファンの人に甘えてきてねって言われんねんけど、何をどう甘えたらいいんか分からへん、分からんねんって感じ。ゆみちゃんのそんな性格好き、マジで嘘、それは未来の旦那様の特権ですねってさ、特権です、ね、どうなんだろう、どうなんですかね。加工外れんでこれ、ツンキューデレイチみたいな感じかな、ゆうちゃん、ゆうちゃん、あーなんかな、わかんない。もう何歳ぐらいで結婚してそう、何歳ぐらいに結婚してそうやと思う、逆に逆に聞きたい。私は何歳ぐらいで結婚してそうだと思いますか。そう言ってて甘えてる一面見たときたまらないよねやってさ、うん、かわいい、かわいい、なに今日どうした、めちゃくちゃ甘えてくるやん、なんなんいつもって感じやのりん、かわいい、どうしたこうやってしてくる、かわいい、あーかわいい。28、想像つかないよな、そうやんな、想像つかないよな。はしないでってのコメントの方が多いねんけど、どうしよう、ずっと独身ってこと、ずっと独身ってことよろ、あら、ずっと独身ってことでよろしいですか。32ぐらいで年下の男性と結婚してそうやってさ、年下なんや、28が多いね。よっしゃよ、32やってさ、まだまだ先ですね。結婚しましょうか、おい結婚する、一緒に結婚してくれる、ウェディングドレス姿みたいやってさ、想像つかない、私が自分が結婚は勢いやって、うーん、嫁に来ないかえ、絶対結婚してほしくない、ゆうちゃんその人のものになっちゃうやんなんなん、待って、女の子の方が多いねんけど、そういう結婚しないでって言ってる子、男性の方は全然言ってこないけど、します、女ですが結婚式に呼んでくださいって言った、結婚式盛大なお祝い待ってます、それだったら私とするのね。よしやな、3人ぐらい子供いて、僕らがゆうみさんですねって声かける、うるさいって怒られそうやつやば、勝手な妄想じゃんそれ。ゆうちゃん結婚したらガチ泣きするわよ。いやでもそれまでにさ、もう立ってるって、みんなの気持ちなんて
もう人のね気持ちなんてねスンって消えていくから、多分知らんけど消えていきそうじゃない、私だけ知らんけど、まあでもまだ先でしょうね、そういう話は。私はお仕事がしたい、今の NAB48 でまだ痛いから、まだまだ先ですよ、そんなもん、遠い遠い先ですね。消えない、嬉しいね、ずっと、ずっと好きやと思うやってさ、いや私思うね、あーまあ、うん、そうやっても言ってもらえる、嬉しいね、ありがとう、嬉しいよ、せいで私まだ若いから、10年いてまだ若いです、こう見えて結構驚かれるっていうか、えゆうちゃんってまだ22なんていうコメントが結構いただきまして、はい、まだ若いんです、嫌いになったことは星ついてるけど、どういうこと、今年で23になります、そう今年で23になりますね、だって研究生の時から好きやで、そうなんや、長いこと好きでいてくれてありがとうございます、あない、ちょっとでも私のこと嫌いになったことありますか、皆さん、うまい、ない、ある人手挙げてみ、ちょっと会議しようか一旦会議しようか、嬉しいね、ないねんて、嬉しい、7期生の密着で怒ってる怒ってる私を見て好きになったってすごいあれやなすごい人やな普通みんなあんまりそういうの好きにならないじゃないですか、すごいな、よし会議しよう、会議したいだけやんあなたは会議したいだけでしょ、ゆうちゃんしか考えられないよってな、そんな規制入ってきたらこの子しか考えられなくなるってなるんでしょうね、ゆみちゃんのことマジでこの頃知った、でもこれからやけど応援してるで、同い年として、同い年なの、同い年同士頑張ろうね、30分になっちゃった、ちょっとギフトの方読ませていただきます、ギフトをくださったマリナちゃん、ゆうりちゃん、にゃーさん、おやじしろしろさん、 DD 小山さん、野原しんのすけのすけさん、黒豚さん、みーちゃんですかね、ありがとうございます、ランキングの方読ませていただきます、13位きーちゃん、12位たかちゃん、11位ちなっちゃん、10位ともさん、9位しまこさん、8位にきおしみさん、7位みーちゃん、6位うちなんちゅう、5位黒ぶたさん、4位ところてんさん、3位ナンバ18さん、2位 DD 小山さん、1位は七尾ふきゅうさんでした、ありがとうございます、いいとこもダメなところも全部好きなんで、わそれはもう愛ってことです、もう愛だよそれは、そこまでいくと愛ですよ、嬉しい、ダメなところでも好きになる、好きって嬉しいね、それこそ愛だね、え、ギフト読まれなかった、ごめん、ちなっちゃん、きーちゃん、ありがとう、消えちゃうからね、時間だったらね、ギフトありがとうね、言ってね、読まれてない方
またしてくださいね。またしますね。さあ明日からミルさんがいなくなりますけど、またね新しい風を吹かしてやりたいと思いますので、ぜひぜひ皆さん明日からも NB48 のことを応援してください。よろしくお願いします。あ、かおりちゃんも呼ばれてない。かおりちゃんありがとう。あ、ところてんさんもありがとう。ちょっとショールも変わってるかな、もしかしたら多分。もし呼ばれてなかった人言ってたらごめんなさい。そう、私は一番先輩になるので、ちょっとより一層気を引き締めて、もうビシバシと鬼軍曹、軍曹です、鬼軍曹、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 どっち、軍曹、軍曹もう勉強し直そうかな遅いか、勉強し直してもこのままでいきます。でいきたいと思います。もう誰に何言われようと、私は私なんで、軍曹、軍曹でいきたいと思います。ゆうちゃん怖いよって言われるぐらい行きたいと思います。ネビのためですからね。ですかね。ということで皆さんありがとうございました。おやすみなさい。明日からも頑張りましょうね。9月、明日はあと2ヶ月で私の誕生日23歳になっちゃう。頑張りますおやすみなさい。ありがとうございました。バイバーイ。